い。ド派手な甘くて可愛いメイク、目の周りをぐるっと囲むぐらい。Hey guys, this is Kimura Yu, and I am the most pink creator of the world, and I'm kawaii ambassador in Japan. 今日はなんとシュガーリボンメイクに挑戦したいと思います。 Let's try! Here we go! ではまず、本当はファンデーションを塗らなきゃいけなかったんですけれども、間違えて眉毛を描いてしまいました。なので眉毛からスタートしているんですが、まずブラウンのペンシルでまっすぐ描いて垂らしていきます。そしてファンデーションを塗っていきます。これはもう軽くパフで塗っていく感じです。そして先ほどブラウンで描いた眉毛の上からピンクのアイシャドウでのせていきます。そうすることによってナチュラルなピンクの眉毛ができます。ちょっと普通にコスプレ用のやつで描いてしまうとどぎついピンクになってしまうので、今回はファッションということで重ねてナチュラルに眉毛を描いていきます。そしてアイシャドウは薄いピンクと濃いピンクを混ぜてアイホール全体に伸ばしていきます。そして今塗ったところからさらに今度はラメの入ったアイシャドウを塗っていきます。これはもう目の周りをぐるっと囲むぐらい伸ばしていきます。そして次はブラウンのリキッドのアイラインで目を囲んでいきます。これはもう目の縁を縁取る感じで薄く薄く線を引いていきます。そしてまつげをつけていきます。まつげも本当にこれはスタンダードなまつげを上まぶたにペチってつけた後に、下まぶたは目尻から3分の1までの間を埋めるようにつけていきます。そして今つけたまつげと地まつげを埋めるような形でマスカラを縦に塗っていきます。そして下まぶたのついてるまつげはつけまつげがついてないところを埋めるように塗っていきます。そしてチークは2色混ぜて目の下のところから結構高い位置に塗っていきます。次はリップです。リップはオイル系の軽いリップをつけていきます。色はちょっと濃いめのピンクで可愛く発色するように塗っていきます。そしてこのリボンをつけていきます。このリボンは何かというと、なんとボタンなんです。これをですね、手芸屋さんで買ったボタンをポンポンとポイントでつけていきます。最後になんとこのでっかいウィッグをつけちゃいます。これはですね、スポッとかぶるだけで、もうバッチリセットが決まっているので簡単です。そしてこの自分で作ったリボンをつけていきます。普通の手芸屋さんで買っているリボンを蝶々結びにして U ピンを先にくっくりつけてブスッと刺していきます。カラコンは目の中にもともとお星様が描かれているものを使いました。これを使うことによってさらにキラッと漫画みたいな目になると思います。シュガーリボンメイク完成しました。どうですか、このリボンたっぷりの、そして頭が超長いシンプソンズみたい。こんなですね、ド派手な、そして甘くて可愛いメイクが完成しました。皆さんもぜひ、試してみてくださいね。
そして可愛いパティーンにはたくさん動画がアップされておりますので、私もいろんなメイクに挑戦しております。ぜひ皆さん他の動画も見てくださいね。それではまたお会いしましょう。さよなり。I'm the kawaii ambassador in Japan. ちょっと待って、ちょっと噛んだ。ごめんなさい。すいません。もう一回いいですか？Hey guys! あれ ?Hey guys? あれ、なんだっけ ?Hey guys? 私なんて言ったの ?Hey guys でしたっけ ?And I am the most pink creator of... Oh my god! なんとですね、今日は kawaii sugar... 間違えた！いきますよ。よーい。スタート！まずベースメイクはこのピンクの粉を肌に叩き込んでいきます。もうベースメイクは、5分メイクということで、これのみで、仕上げていきたいと思います。続いてはドファサルメイクのポイントともなる赤を使ったシャドウを入れていくんですけれども、これはなんとリップとチーク用の、赤みなんですけれども、これを時間を短縮するためにアイシャドウに使い、さらにチークにも使っていきます。いやそして先ほどのチークの伸びがあまり良くなかったので、上からこのパウダーのチークも重ねていきます。セクシーな泣いた後の瞳を表現するのがドファサルメイクの真髄ですので、ここら辺を真っ赤に染めてセクシーさを出していきたいと思います。そして泣いた後の瞳のうるうる感をさらに出すために、この赤の上にキラキラのシャドウをのせていきます。この一番、明るい色をのせていきます。